はい、皆さんどうもこんにちは、リフと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日はボスの購入品です。よろしく、はい、お願いします。買うな、買っちまったっていうか、これはね、買っていただいた。あ、そう。うわ、重っ。こちらです。はい、グッチね、プロパーヒです。お、お金持ち仕様のやつよ。奥さんはね僕のじゃない、僕のじゃないっていうか、僕のなんですけど、うん、数年分いただきました。あ、そう、はい、もう出してきますね。どうぞ。びっくりするよね、それ。すごい、何これ、って思うよね。初めて見た、こんな箱。僕もですよ。宝石箱じゃん。そうそうそうもうこれいらないから2万円ぐらい安くして。そうだね、この箱いらんから2万円ぐらいは安くなってもいいな。ちょっと開けてっていいですか。どう。そっか、紐は100の紐なのね、うん、今のシーズンなんで多分手袋してくれって言いたいもんだあ、取れるタイプでした残念ながらこうではそう、こう、今こう開けるつもりじゃなかったなんかこんな感じで、もう超厳重じゃん、うん、それだけでクラッチバックいや、もうこれとさ、このやっぱ箱だけで2万円取られてるよ、うん、でさらにまだまだ取れましたねすごいな。いや、これは僕が買った中でも過去最高ですね、この梱包は。ああ、ジップウェットなのね。そう、うわ、すんげえな、これ。こちら。はい。フォースビット1955のパイソンですね。いや、このパイソンの感じもまたすごいね、これ。そうなんです。ちょっと仲いい？どうぞ。うわ、怖え、これ。あ、中はこんな感じで。結構実用系だね、ちゃんとね。僕やっぱお財布はちゃんと使えるものがいいので、うん、であんまりね、そのスピリチュアル的なとか風水的なお話をしていいもんかどうかわかんないんですけど、お財布ってその三方が閉まってるのがいいんですって、うん、でかつお札を折らない、うんうんうん、っていうのがそれでよく言うよね。そうなんです、うんうん、なのでそのロングジップウォレットが僕の中ではマスト、うん、で実用的なこと言うと、あの、やっぱりどうしても仕事柄領収書を貯めていかなきゃいけない。ああ、なるほど、はい、1,2,3 分割されてんだもんね。そう、分けやすいよね、これだとね、うん、いや確かにこれ容量意外とあるな。そうなんですよ、うん、でコインが真ん中なんで使いやすいし、うんうん、で何よりそのカラーですよね。すごいね、このグリーン、はい、やっぱさ、グッチリザードがね、うん、あ、リザードじゃないよ、パイソン、やっぱり革関係すごい得意なんで、それにしてもこのなんかそのコーティング加減がまた、そうだね、僕リムさんが持ってるののイメージに近いのかなと思ったけど、また全然違いますよ、ね、全然違う。これ自身の使ってるパイソンなんですけど、その鱗感がね、うん、なんかその表にもっとしっかりコーティングしてあるような雰囲気というか、うん、いや、これなかなかだよ。そうなんですよ、うん、いろいろまあ見比べた結果、まあこれにしようかな。本当は違うの買おうと思ってたんですけど。ああ、なるほどね、うん、ダイアナシリーズ のバンブーがついたやつの方にしようかなと思ったんですけど、うんうん、あれはあのまあよくある、あの鱗がピロピロしてるタイプだったので、うんうんうん、やっぱり使っていくこと考えるとちょっとなぁと思って、うん、そう、これかなりねぺったりくっついてるもんね、うん、そうなんですよ。パッと見わからないですよね。あれ、もしかしたらこれパイソンでしたけど、これパイソンじゃなかったかな。片押し海エビ
あ、そういやでもそのカラーリングは Python じゃないかな。なんか今急に不安になってきた。いやでも多分それは Python だと思います。その柄 Python で売ってるんで今も。あ、そう、うん、じゃあ間違いないか、うん、でもその柄も僕悩みましたよ。そうそう、なんか海蛇はさ結構安いわけ、うん、素材的にも多分今グッチ海蛇ないはずなの。うん、でこれがボスがもっと前に買ってる、うん、マックイーンだっけこれ、うん、マックイーンですね、アレクサンダーマックイーンです。まあこれと俺のは結構近いというか。そうですね、鱗の大きさがね、うん、とコーティングの、まあやれ感も多分ちょうど年式が同じぐらいなんで、僕はもうガシガシ使っちゃってるんで、うんうん、やれちゃってますけど。そう、やっぱりこれと比べてもだいぶね、うん、違うよね。でそう、リムさんに指摘されるまで知らなくて、一枚革じゃないよね。そうそう、結局やっぱり革製品ってクドコでも爬虫類とかってやっぱり取るのが大変なんで、綺麗なのをね、うん、高いやつだとやっぱりこう縫い合わせも何もない1枚の革で、もちろんこのさっきの今回の購入品のこれもそうなんだけど、つなぎ目はないんですよ。だけど多分値段的にも全然違うじゃん。そうだね、ちょっと安かったと思うんで。ここに継ぎ目があるんですよね、だから実際この1枚はこれで済むんで、だから革製品でも継ぎ目のあるものはね結構コストが安く済むんで、値段も比較的抑えめなものが多いかもしれないです。やっぱ高級なものになればなるほどやっぱり1枚のものになるんで。そうそう、いやいいじゃないですか。これいくだよ。これね17万、いい5000円。まあ正確な金額また入れときますけど。マジ、はい、高い。まあでもまあジップネットだもんな。あのちっちゃいのが10万ぐらいだったから。そう、あ、まあ、自身がいつも使ってるあのちっちゃいやつの、うん、今 Python のレインボーカラーが出てて、はい、あれ欲しいなって思ってたんだけど、はいはい、確か10万ぐらいなのよクドパーでね、うん、でもなこれもあるしな、コンパクトレットもあるしなそんなに財布ばっかあってもなと思って、中身ねえしなと思いながらそうそうそう、これいくらで買ったっけな、もう値段忘れちゃったけど。ちなみにこれはスナップ式で2つなんですよね、分かれてるのが、うん、だから容量としてはこっちのジップの方がその分かれてるんで、その細かく分けたい人にはいいかもしれないね、うん、グッチそういう意味では自分のところで工場もタンナーとかも持ってるからでしょうね、その値段で出してこれるっていうのはさすがだなと思っていろいろ検討したんですけど、うん、あのまあ普通の牛革も含めてですけど、うんうん、やっぱりまあまあグッチ好きとしてはこれぐらいがいいかなと。まあグリーンっていうのもね、そうこれはねちょうど今年のラッキーカラー、お財布におすすめの色らしいので。ああそうなんだ、うん、へえ。僕は知らなかったんですけど、僕個人的には多分紫だかなんかだったと思うんですけど、今年のラッキーカラー、そんなの知らん、何色か好きでちょっとねそういうの調べたりするんですけど。ああそうなんだ、はい、結構そういう経営者さん多いんですよ、意外とそういうこと信じてる人。わかる、すごい、すごい、やっぱよ。そう普通のね革もいいけど、うん、まあ皆さんもなんかちょっとこういう Python とか、まあよく言うと本当は自身はクドコが一番いいんですけど、そうそう、ね、あの尋常じゃないんでクドコの今値段多分あの3倍ぐらいだよね。そうですね、あの3倍以上です。なあやっぱね、あのグッチさんでいいなと思ったのが60数万。ああやっぱね、エルメスになると100万3桁でしょ。そう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 、だからまあクドコの質もまた変わるんだけど、やっぱ昔からそういう爬虫類系というか結構革好きなんで見てるけど、やっぱ年々こう上がってるし、どんどんやっぱり物も少なくなっちゃうし、多分もうこれから先はこういったオリエンタルレザー系は多分なくなる。まあ普通の牛革ですらもうね、うん、ちょっとフェイクにしとこうっていう世の中の流れなので、で少なくともアウトレットにはもう入らないってことだったんで、まあ泣くっていうのもあれなんですけど、うん、まあプロパーでちゃんといいものを買おうかなっていうので今回は買わせていただいたっていう感じですね。こんな感じでさ、
信号機ですね。そうそう、サムネにしといたらさ、動物保護団体に訴えられそうだけど。本当だよね、着てる子もあれだし。ですけど、ちなみにこの着てる子では片押しなんで。そうだよね。そうそう、リアルレザーっぽいけど、これは片押しのものになるんで。はい。大丈夫。何が大丈夫かわかんないけど、何が大丈夫。柄がダメじゃね。動画で見る限りは。そうそうそう。これはリアルレザー。まあ、リアルレザーだけど、ちょっとヘビはこの片押しなんで。はい、ということで今回はね、ボスのこのスペシャルな、はい、そう、でも言ってもグッチの中でもかなり高額な財布だと思うんで、17っていうと、多分その黒子を抜いたら多分高い方なんですね。そうだよね、そうそう、通常の財布だと大体12万ぐらいだと思うんで、うん、キャンバスとかだったら10万ロングウォレットでも、そうだよね、10万円前後なんで、うん、いや、なかなかいいものを見せていただきました。はい、ということで今回はボスの購入バイソンのね、こちらのお財布またぜひね、ちょっとネタ提供していただいて、はい、いや最近ほらグッチ付いてるからさ、そうだね、そうそう、お互いそうそうね、やっぱよその財布裏切れなかったね、どうしてもグッチだなと。まあデザインもね、ちょうどあのいい感じじゃないですか、シンプルな中にね、あの見る人が見れば分かる、そのロゴがグッチみたいな感じじゃないんで、まあそこが僕の好きなポイントだったかなっていう。はい、ということでグッチも含めていろいろやってきます。まあアウトレットで頑張りましょう。そうですね。あのそんなアウトレット情報もやってきますから、ぜひチャンネル登録いただいて、グッドボタンを押していただけたらなと思っております。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。